うつだ、死にたいって。暗い顔してちゃダメだな、せっかくのいい天気なのによ。ほら、ソルの塔がいつもよりくっきり見えるぞ。はあ、ん？なんだよ。悪いな、今日も街道のゴミ拾いを手伝ってもらってんのにさ、私ヘマばっかりで全然作業が進まねえな。ああ、うん、大丈夫だから心配すんなって。私あんまり暗い感情を引きずらない方だしさ、明日になったらすっかり忘れてっから。うん、そんな風にすぐに大事なことでも忘れちまうから、あいつを怒らせて嫌われちまうのかな。うわっ、ゴミ袋の中身をぶちまけちまった。うーん、今日はマジでダメな日だ。そんなにゴミも落ちてねえし、もう開きにすっか。なあ、まだ昼過ぎだしさ、帰りにどっか遊びに行かね。頼むよ、うちに帰りたくねえんだよ。私を助けると思ってさ。なあ、っまたあの光だ、眩しい。なんなんだよこれ、薄気味悪いな。うつだ、死にたい。ん？おう、てめえ屋上なんかで何してんだよ。ん？今日はぼんやり景色を眺めながら昼飯を食いたい気分だったんだよ。教室は騒がしいしな、ちょっと一人で考えたいこともあったしさ。てめえも同じか？屋上は私みたいな不良がたまり場にしてる時があるし、あんまり気軽に立ち寄るんじゃねえよ。いきなり強風が吹いたな。バランス崩してうっかり落っこちるところだったぜ。おいこら、お前見たか？あたしのパンツを見たかって聞いてんだよ。見てない？こきやがれ。てめえの立ち位置と角度から考えて見えてないわけがねえんだよ。本当に見てねえの？ん？まあ、私みたいな色気のねえやつの下着なんか頼まれたって見たくねえだろうけど。そんなことない？私色気がある？綺麗な顔立ちをしているし、スタイルもいいってだよ。気持ち悪いな、褒めても何も出ねえぞ。まあいっか、お前とくっちゃべってたら少し気が晴れてきた。やっぱ何事も一人で抱え込んじゃダメだよな。うん、大したことじゃねえんだけど、妹と喧嘩しちまってさ、私が一緒に買い物に行く約束を破っちまったせいなんだけど、どうしても外せない用事があってさ。でもまあ全面的に私が悪いしな、素直に謝るべきだよな。分かってるよ、ご機嫌を取るために日を改めて妹と一緒に買い物に行って好きなもんでも買ってやるか。女の子が喜ぶもんなんて正直よく分かんねえんだけど。え？熊のぬいぐるみがいいって？おい、なんで熊って単語が出てきた？てめえやっぱり見ただろ、私の熊さんパンツ！琴ちゃんたら意外性の女で、本当に見たの？正直に言っちゃいなさいよ。ねえねえ、見たなら後でちゃんと謝っときなさいよ。謝るタイミングを逃しちゃったらずっとごめんなさいも言えないで、それを後悔し続ける羽目に陥るかもしれないんだから。
ね。なんだお前は、寝たり起きたりして。おまけに急に土下座してごめんなさいって。なんでいきなり謝るんだよ。わけがわかんねえな。お前に謝られる筋合いはねえよ。むしろいつも仕事を手伝ってもらってるしさ、私お前には感謝しかしてねえから。私もお前を見習って土下座でも何でもして謝って許してもらおっかな。うじうじ悩んで問題を先延ばしにするのは私らしくねえし。うん、ちょっと妹と喧嘩してるんだよ。それで落ち込んでたんだけど、家に帰ったらすぐに謝ることにするよ。ご機嫌取りにプレゼントでも買ってこっかな。時間あるなら付き合えよ。妹へのお土産を選ぶために店とか巡りつつブラブラ遊び回ろうぜ。仕事ばっかの人生なんか寂しいもんな。実際